もう3人で撮っちゃったんですけど。そう。え、ジューシーですよね。え、ちょっと、誰にそういう、なんか、はい、矢野徹の YouTube。 はい、というわけで新日本プロレス矢野徹です。本日はですね、スターダムからお二方、舞香選手と櫻井選手に来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。はい、あの今回の趣旨は、前回舞香選手と僕がコラボをさせていただいた時に小島さんが、はい、舞香ちゃん可愛いよねみたいなこと言ってきたんですよ。もう一緒に喋りたいなみたいな、なんかすごい言ってきたので、はい、成人君子小島さんはスターダム選手にブチギレられたらどんな反応するのか、ドッキリをしたみたいな、はい、なるほど。はい、で一応我々は15時15分入りだったという、うん、はい、体で撮影もしてます。はい、それで、小島さんには5時15分、はい、なるほどと伝えてあるので、はい、まあ、5時15分に、ね、あと20分後ぐらいに来られますから、はい、なんで遅刻するんですかみたいな。もうブチギレな感じで大丈夫ですか。そうですね、もう2人です。切れていただいて、はい、で小島さんの反応を見る。リング上はこうバーってすごいこう戦ってるんです、はい、戦うっていうのかな、あれなんですけど普段はこうヘラヘラしてるんで大丈夫ですか。私たちだいぶ先輩なんですけど、はい、怒らないですか。逆に怒ることはないと思いますね。でその流れで、はい、小島さんごめんなさいって言って、で小島さんってパンが好きなんですよ。まあ、お二人からパンをこう買ってきましたみたいな、女性からプレゼントされたパンを食べて、はい、激辛パンだったら成人君子小島さとしは、はい、しかもあれですよね、会いたいなとかなんか可愛いなって言ってくださってるんですよね。そうです、そうですね、はいはい、そういう人からもらったパンですもんね。そうです、だから辛いとかまずい、まあ、まずいとか、なんてもうまずいなんて言ったら叩いていいですから。わかりました。ちというわけでですね、このパンをまず仕込んでいただきたいので、はい、それもからし1本入れてください。もう分かり、1本、はい、1本こんなドッキリ初めてなんですけど、でもこの絶対そっちから行くから、この辺ギュッ、ここ、いや、ここそかも。そうですね、ここ怪しくない、ここギュッと入れちゃっていいですか。あ、いいですね。あ、マーガリンみたい。あ、絶対マーガリン全部3箇所入れちゃう。一番楽しそうじゃんみたいな。ほら、わかんない。あ、絶対わかんないです。絶対。ちょっとマスタード的なものが。マスタードっぽい。うん、あ、でも大丈夫かも、匂いも。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい。次ソーセージで。あ、これはもうタバスコだ。はい。こっちして、触らないように。あ、いいっすね。これ、ここ、ベースポジじゃない。でも結構入れましたよ、だいぶ。3つ食べるまでは。まぶしてまぶす、そう、大事ですね。わかんないですね。これはすごい、カレーパンわかんないですね。わかんないです、これ。というわけで今この、タバスコ、からし、一味が入った、あ、七味か、七味が入ったのが完成しましたんで、はい、これで小島さんの成人君子ぶりを検証したいと思います。というわけで、仕込みが終わったので、小島さんがちょっと来るまでの間、はい、マジモンのお嬢様、リングの貴婦人、櫻井舞選手を深掘りということで、お、あ、いいですか、はい、ちょっとお話伺っても、はいはい。プロレスは好きで入ったんですか。プロレスはもともと見たことがなかったんですね。で、その芸能の仕事をしている時に知り合いから女子プロレス見に行こうって言われて、はい、見たのがきっかけで、そこで初めてプロレスを見て、私と同い年の選手の試合だったんですが、はい、こんなに、なんていうんです、自分と同い年の女性が体を張って戦ってる姿ってかっこいいなって心を打たれてから、はい、プロレスを自分もやっていきたいなって、やってみようって、はい、思いました。プロレスはなるときに家族から反対されなかったですか。あ、でもあまり家族に相談せずに練習生になりました。しないかもしれないですね。まあ、もっちゃさっきちょっとこうスターダムチャンネルさんの方でも聞いたんですけど、どのぐらいの本当のマジモンの
お嬢様なのかっていう、フランス行かれてたみたいな。はい、修行と休暇と、はい、何日か行った、1週間ぐらいいました。飛行機の中ではどんなあのお優雅な お映画見て、スターウォーズとか、はい、アベンジャーズに最近ハマりました。あのマーベル系とか、はい、そういうアクションの映画をずっと見てました。はい、なんかイメージとね、全然それ違いますね。スターウォーズがすごくオタクです。オタクです。スターウォーズのキャラクターに当てはめて、スターダムウォーズっていうのを私は解説でこうやってやったことがあって、はい、マイカさんはちなみに中ばっかです。あのあれですよね、ケムクジャラの、ケムクジャラの生き物、はい、私の話ですよね。力も先輩ですよ。私舐められてます。そうですよね。そんなことない、そんなことない、本当にそう。自分は誰なんですか。私はアナキンスカイウォーカー。なんで自分だけちょっといいキャラ。いや、いいキャラじゃないですよ。いいキャラじゃない、いいキャラじゃん。めっちゃメインキャストですね。ですよね、ですよね。ちょっと大好きなのでここは。矢野さんはちなみに。矢野さんは、なんでしょう、リングのイメージだと、長い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 、びっくりした、びっくりした。スターウォーズにこんなのいないから。だからもうあれですよね。はい、小島さん、15時15分、15時15分ですよね。いや、15時15分ですよね。ですか。そう、いや、すいません、あのスターダムチャンネルもうちょっと撮り終わっちゃったんです。そう、17時ですよね。え、ちょっと誰にそういう、なんか、でも矢野さんだって来てください。いや、僕はだからもうね、もちろん3時15分、すいません、もう3人で撮っちゃったんですけど。え、17時15分って書いてますよ、ここに。お店でお待ちしてますって矢崎さん。そこのすれ違いがちょっと、どうなってるんですか。え、だって矢崎さんと連絡しました。いや、でも来てるじゃないですか。来てる。小島さん、なんで、すいません、本当すいません、あの、年下なのにこんなこと言うのはあれなんですけど、すいません、あの、仕事はちゃんとしてください。仕事だって15時17時とか書いてますよ。そう、もう、はい、いや、せっかく楽しみにしてたのに。17時に来てって言われて、17時15分にさらにくれなきゃダメだって言われて、5時以降じゃないとダメだって言われて。お黙り。あ、怖っ。なんで。ごめんなさい、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 ドッキリだと思ったんですけど、ビビりだから、とりあえずやばいなって思ったんですけど、脱線しましたよ。危ない、足ついそうだった。リアクションが面白かった。ダメですよ、こちらの矢崎さんのせいにしたら。本当にごめんなさい。ドッキリ丸くも来てるやつ。本当にすみませんでした。すみません。はい、こちらの方に来ていただいて、すみません。耳でチキン立ちだ。鳥肌だ。鳥肌だって、すみません。リアクションが。いやいや、めっちゃ怖かった。いやいや、ええと思って。すみません。あ、スターダムのマイカと申します。すみません、いつも。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。すみませんでした。びっくりしました。いや、ちょっと、意外と。意外とビビりなって思われて、矢野徹プロデュースのドッキリです。なんでそれ。だからお二人が悪いわけじゃないんで。すいません、3回目だからですか、もうこれ、こういうの。いや、マイカ選手と僕コラボした時に、ミカちゃん可愛いよねみたいなこと言ったじゃないですか。いやいや、見た可愛いじゃないですか。もうそれで、小島さんに、あ、はい、それで呼んでくれたんですか。あ、最初はだって僕だけだった。誰も来そうですよね。僕、結構、なんか
全然気楽に来たんですけど、ちょっとびっくりしました。年下だけど言わせてもらいますみたいな。年下とか関係ないんですよ。すごい。もうこれ絶対もう後で VTR 見たくないな、こういうの。3人とも怒ってるから、ダメやべえって思うじゃないですか、普通はもう。約束は絶対守らなきゃと思ってる人、ね。いや、もともとでも小島さん早いですもんね。時間にはすごくうるさい方なんですよ、意外と。はいはい、こう見えても。だから、だって今日ももう30分前にこの辺で、そうです、もうこの辺でうろうろしてましたから。どこで出番通したの？東方ショップに行って挨拶して挨拶してきて、すいませんっつって、この後矢野選手とも行くんですけど、ちょっととりあえず行くとこないんで見ていいですかっつって。もう申し訳ないと思って。全然あの貴婦人がおすすめの、はい、あのお詫びの品を、小島さんがパン好きってことを知った。はい、ちゃんと、はい、もうこのコラボを機にですか。いろいろ、はい、それであの三種類のパン、はい、ありがとうございます。はい、よかったら、あの本当にありがとうございます。お詫びの本当にすいませんでした。これもなんかドッキリとかですよね、大体もうこうなると。ないですね、食べてからしとか入ってるとか、そういう方ですよね。今食べるとかですか。はい、もうからし見えてるんですけど、これからしですよね、これ絶対に。いや、そチーズえうまそうかな。絶対辛いから、もう辛いから、もう絶対もう分かってもドッキリされてんじゃん、もうこれ。小島さん、分かってるなら言わないでください。言わないで食べましょう。そう思ったんですけど。美味しい。大丈夫です。どうですか。よかったです。ちょっと辛かったけど。一口で。もうちょっと、もう辛い、もう辛いのはあんまり得意じゃない。すみません。そうなんですね。じゃあ、もう一個あるんですけど。まだですか。はい。おすすめの。これ分かって食べるんですよね、これ。もうなんか、これすごいタバスコの匂いがすごい。普通言うの。普通言わないで食べるじゃないですか。あ、もうすごいタバスコじゃんこれ。美味しいけど。あ、美味しい。タバスコこれ美味しいんじゃないですか。辛いのあんま辛い。辛かったけど美味しかったです。ありがとうございます。女性ってやっぱ辛いの好きじゃない。調理法。あ、そっか、女性は辛いのが好き。辛いのが好きなんで。ここまで辛くても大丈夫ですか。いや、もう本当に全然、はい、じゃあ食べてみてください。せっかくどれくらい辛いか、そんなに好きだったら。もう美味しい、すごい美味しいですよ。反対側から、あ、反対、あ、そう、あ、もう口つけてるな。そうそう、僕はね、そう、僕の関節。せっかくだ、え、大丈夫、はい、せっかくおすすめなんだから一緒に食べましょうよ。一緒に食べます。それセクハラですよ、ね、セクハラです。セクハラなのこれって。マジ。あ、じゃあやめる。まあ、あの、すいません。あ、今そうなんだ。パワハラでは、こっちが嫌な思いをしたら、もうそれはセクハラなんで。あ、そうなんだ。はい、すいません。パワハラなんすか。いや、もういろいろパワーないのに。ハラスメントです、ね。パワーがないですよ、だって。パワーなんか持ってないのにパワハラになるんすか。何言ってんすか。え、とりあえずあの、知らない人。え、これもともとこんな辛いのを売ってるんですか。あ、はい。え、とりあえずもう一口ぐらい食べてください。だって私たち買ってきたんですよ。そうだ、うん、端っこでいいですか。あ、辛い。端っこも辛い。何これ。むっちゃ入ってるこれ。端っこだ、端っこなら大丈夫だと思う。何これ、端っこまで入ってる。すげえやだこれ、何これ。やだ、もう無理。笑える、ごめん。一番端っこなら入ってないと思ったら、これすごい、むっちゃ入れてるでしょこれ。すごい、だってもう溢れてますもんこれ。ドロッと。すいませんでした、本当に入れすぎでしょこれ、ちょっと。お口直しで、ドッキリとはいえこれ。もう一個は、あの、お口直しで、こちら、あ、これも、はい、絶対もうあれですもんね。あ、これだったら大丈夫だ。あ、大丈夫だね、全然。あれ、何やこれ。もうやめよ、上、なんこれ。こっちはこれ。うわ、うわ、すごいから、なにこれ。すごかったですよ、これ。今日だから、今日の趣旨があって、まあ、政治君主と呼ばれてる小島さんが、後輩の女子ですね。に切れられたらどんな反応するのかっていう。あ、さっきみたいにですね、はい、すげえ食事怖かったですよ。これもや、もうやだなと思いながらドキドキしてましたよ、ずっと。今で冗談ですって言って安心させたところで、そうそう、辛いパン食べさせたらどうなのかっていう。あ、もうそこまで全部もう、そうだったんですけど、これが全てが、もう言うからめちゃめちゃ。いや、あの、一応分かっても言わないでくださいよ。もうちょいちょっと、なんか謝ってた。めちゃめちゃやられて、なんか謝ってた。今日でもどうでした、見ていい人と感じました。私はすごく素敵な方だなって思いました。はい、
嬉しいな、ちょっとそんな風に言われたらちょっとやばいな、嬉しいな、これこれもまたドッキリになっちゃった、最後にしなきゃいけないな、僕は絶対ダークサイド人間あると思ってるんで、どっかで暴きたいんですけど、そのうちあの落とし穴とかされそうなとか、あのお店の手前ぐらいでいつかそうなるのかなって思いながら生きてます。スターダムチャンネルの方さんの方でご自分出ていただいて、何が一番再生されるか知ってます？スターダムチャンネルですか？それはもうあれです、何万回ぐらい再生回数か知ってます？え100万人いるからもう、ね、5000万回ぐらいですよね。なんで当てるんですか？当たっちゃった。でもその一件に小島さん入ってない。いや入ってますよ、私見ましたもん、ちゃんと。あれ後で見ますもん、ちゃんと携帯を、ね、あのね、携帯をすみません、犬がご飯を食べる動画が一番好きなんですよ、今自分の中で。まず犬がこうバリバリご飯を食べる動画があるんです。それがすごい好きで、音が好きなんですよ、その犬がご飯食べる動画が好きで。多分今日一何これ。だからこれからもそれを見て、それとスターダムチャンネルを一緒に見ますから、ちゃんと、はい、今日はまた久しぶりに参加させてもらってありがとうございました。ドッキリとかでも出れればすごく嬉しいので、これからもどんな状況でもどんな立場でも私はそういう動画に参加させてもらえれば本当に幸せなので、よろしくお願いします。ありがとうございました。わざと今やってますもんね。これ本心ですから。もうどんな状況でも幸せですから、こうやっていろいろ人のために何かできるっていうのはこれからも頑張りたいと思います。一言ずつお願いします。小島様、またぜひお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当になかなかスターダムでもドッキリをしないので、はい、緊張しまくって怒るくだりで、ね、私あんま怒んないんですよ本当に、はい、なんで怒ることを、はい、初体験の相手として、はい、記憶に一生残しましたので、あんまトラウマにならないでください。もうなってますから、ね、すごくなりました、はい、というわけでですね、今日は、後輩女子プレーサーですね方々に、成人君子小島さんが、キレられたらどんな反応するか、そして、おすすめのパンと言われて辛い激辛パン食べたらどんな反応するかということでお送りしました。小島さとしの裏の素顔を暴く会としてこれから今日発足しまして、またやりたいと思いますので、小島さんその時はあの何も知らない顔で来てください。お願いします。はい、ありがとうございます、はい、というわけで今日はこれで終わりたいと思いますと言いたいところですが、今君たちにできることはチャンネル登録、チャンネル登録、サーバーが熱くてチャンネル登録、スターダムチャンネルもサーバーが熱くてチャンネル登録すれば200万になるよということで、またお会いしましょう。さようなら。はい、あのドール。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。